はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、どうしよう、悲しいお知らせと、ちょっと悲しいお知らせと2つお知らせがあるんですけど、どっちから聞きたいかなっていうところですね。みたいな普通悪い知らせといい知らせあるんじゃないみたいなね、どっちも悪い知らせってないんじゃないみたいなそんな始まりですけどね。ちょっと悲しいお知らせからいこうか。今日ちょっとね、魚釣りやってたらね、ここなんかね、虫に刺されてね、めちゃくちゃ痒い、それがちょっと悲しいというところと、あと悲しいお知らせ、このボイスキーさんのところから発売されてるマキシム9の電動のね、廃墟式の、これかっこいいよね。こいつ調子に乗って僕ビシバシ遊んでたらもうぶっ壊しちまうっていうもう目も当てらんないっていう、そういう動画ですね。よかったら最後まで付き合ってください。まあそういう動画っていうか、その雑談みたいなもんだよね。うん、もう虫刺されのかゆさなんて一瞬で吹っ飛んだからね、壊した瞬間まあまあまあ見ていこうか。これホールドオープンの状態なんだけどさ、解除するとさ、わかります、もうこっから前行かないの、何みたいな。で打つと、もうバッテリー入ってるんだけど、打つとちゃんと動くのよ、ブローバックは。だけどここまでしか、これなんかボヨヨンってボヨヨンってここまで下がっちゃうね。これなんだろうなっていう、壊しちゃったなっていう動画なんでね、原因はもう分かったんで、その原因だけお伝えしますんでね、修理はちょっとまあ多分できると思うんだけどねえボヨヨンってなっちゃうから、まあこれなんでこんな風になるかっていうのをちょっと説明しようかなと、それだけの動画ですんでね、よかったら見てやってくださいです。でね、じゃあ何がマジいのかと、スライド外すとねすぐ分かるんでバラしていきましょう。ちょっと今コッキングされてるんであれですけど、ここのねロックを解除するとスライドは後ろにこう取り外すことができるよね。で本体はね別に異常はないんだよね。打つとここの両サイドの棒がこうシャキシャキシャキって触ってきて、でこのスライドのこの部分を押すんだよね。それで後ろに下げるんです。でこうこのリコイルスプリングの効いてる部分をギュッと下げて、普通であればパチンと前に戻るはずなんだけど、これが戻らないと、これ何なんだろうねっていうところなんですけどね。でこのスライドの部分、これ結構簡単に分解できるんで、まあ、分解していきましょう。この2本ビスが入ってるんで、まずここの2本のビスを抜きます。でもう1本ここのビスも抜きます。よいしょと、はい、都合3本のビスを抜くと、はい、このねシリンダー一式が取り外せるのかな。でこんな感じで中にはリコイルスプリングとこの黒いパーツがこう動くのが見て取れるけどね。でこれです。でこれがスプリングガイドと、でスプリングと、まあ、ピストン、あとはエキストラクターなどなど入ってるんですけど、今回はね別にここが悪いわけじゃないんだけど、このメインスプリングねちょっと弱いよね。廃墟もさせてブローバックも、廃墟もさせて弾も打つっていうところで、メインスプリングがこれ強すぎるとね、うまく動作しないんだろうね。あともう一点、もうこの時点で故障の部分わかるんですけど、こいつ実はこれ折れてるっていうね、ここ、それでうまく動かない。これねちょっとねもう一段階分解しますね。ここにもう一本ビスが残ってるんで、よいしょと、こいつを外してやると、このリコイルスプリングガイドとリコイルスプリング一式が取り外せるんですけど、まあこいつが本体にくっついててさ、こういう風にねスライドの交代とともにこうギュッとスライドが交代するんだよね。本当はね、本当はこことここがつながってんのよ、こうこれほら折れてるでしょ、こいつ、こいつが折れちゃったから、スライドが完全に前に進まなくなっちゃったということです。でコッキングされてる時スライドが前に行かないんだよね。要はこのピストンが後ろにギュッと下げられてる時にスライドが
要は後ろに下がっちゃうんですよね。なんでっていうと、この本当はですよ、このリコイルスプリングガイドを止めてる中のパーツとここがくっついてるから後ろに下がらないようになってるのに、折れちゃってるから後ろに下がれる状態になってるっていうことですよね。うん、まあ実践してみますけど、よいしょ、よいしょ、これね、はい、ね、組みます。ちゃんとスライド前進するんですけど、一回まあパーツも外れた、一回コッキングするとこうなります。本来はここまで戻るんだけど、中のパーツが折れてるせいで戻れないと。でも打てば戻るんですよね、メインスプリングの力が解放されると戻ると、こういう症状になってますね。なかなか切ない、お知らせになりましたというところです。ということでね、とりあえず今日はこれをどうにか直したりとかできないんで、パーツが手に入れば直せるんですけど、交換するだけでね。ただね、あの樹脂部分のあの部分だけで止まってるんで、また壊れると思うんだよね。ほらこんなになる。だからあのパーツね、要はここのパーツなんだけど、金属で作ってくれたら嬉しいよねっていうところですね。僕手作りで金属であれ作るってのもなかなか厳しいのでできないけど、なんか金属の板かなんか入れて補強してくっつけるとかはできるかもしれないんで、まあちょっとやってみようと思います。なんとか直せるなら直そうとは思いますけど、この部分のあのパーツは金属で作った方がいいよねっていう悲しいお知らせでした。はい、ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべし、うつべし、うつべしまあちょっと微妙だよね、虫刺されもかゆいしねです